島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、砂糖について、2ということでですね、前回にわたってまた砂糖についてお話をしていきたいと思います。3回にわたってやっていきたいと思います。で今日はですね、砂糖のですね、どんな働きがあるかというところなんですけども、まずですね、この脳 20% というところなんですけども、脳というのはですね、全エネルギーの 20% を消費するところになってきます。すごいですよね。脳の働きというのが、全体の中の、筋肉とかですね、そういったものも全部含める中で 20% を1日の中で消費しております。でですね、その脳の、主な栄養素となるのが、ブドウ糖です。ブドウ糖ね、砂糖の約半分がブドウ糖ですね。残り半分が果糖になってきますので、やっぱり糖分というのは、エネルギーとして最優先として使われます。ただですね、糖以外にもですね、脂肪酸とかあとはケトン体っていうのも体のエネルギーとして使われます。ただ最優先として使われるのは、ブドウ糖という形になってきます。でですね、このトリプトファンというのはですね、アミノ酸なんですけども、このアミノ酸、トリプトファンというアミノ酸から、このセロトニンという神経伝達物質が作られます。ですね、このブドウ糖っていうのはこのトリプトファンを脳内に導き入れる働きがあります。そのトリプトファンからセロトニンが作られます。でこのセロトニンという物質は、神経伝達物質はこうメンタルを落ち着かせる働きがあります。糖分を取るとこう気持ちが落ち着くというのはそういった働きからです。ただですね、この、セロトニンを求めてしまってまた糖分を取ってしまうというような依存的な、形になってしまう場合もありますので、甘いものを取るとまたすぐにそういった方が欲しくなるというのはそういった働き、もしくは血糖値が上がってまた急激に、インスリンが出ることで急激に下がると、そうするとまた甘いものを欲してしまうと、そういったところがありますので、その辺点はちょっと注意していかなくてはいけないところかなと思います。本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。